視覚障害者が一人でポッドキャストを始めてみた立花龍之介ラジオ。皆さんこんにちは、立花龍之介です。視覚障害者、独居老人、アラセブの私が一人でポッドキャストを始めてみました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 This is Radio. 今回は私がポッドキャストを始めてみようと思った経緯といいますかね、その辺について少しお話をしてみたいと思います。第1回放送でも申し上げました通り、まず強い動機があった。それは話す場所が欲しいという動機です。話す場所欲しさ、遊ぶ金じゃないですよね、話す場所です。で、実はですね、 3,4 年前になると思うんですが、 YouTube やってみないかって声をかけてくださった方がいらっしゃったんです。ただね、実際まあその方は自分の趣味についていろいろ発信されてる方で、あなたも始めてみないかということで、うちの、場所も貸すし編集もしてあげるよっておっしゃってくださったんですが、まあね、実際のところそちらまで伺って、で編集までおんぶに抱っこで発信っていうのはね、心苦しいですし、そういう気持ちはあるんです。申し訳ないなとかね、心苦しいなとかいう気持ちは持っている人間なんです。何を強調してんでしょうね、私はね。で、最終的に自分でやろうとした時に、映像の編集はできないよなこれと。まあその頃は両眼一応視力はあるんですが、相当悪くなってきてるんですが、これからも悪くなるっていうのは分かってますから、それはちょっと無理だなと諦めたんですね。提案してくださったことは本当にありがたかったんですけどね。で、そうこうしているうちに、どうですかね、昨年の暮れ、11月12月ぐらいですか、たまたま YouTube でね、ゆる言語学ラジオという名前のチャンネルがあったんですね。で、これを聞きましたらね、大変楽しいんです。私未だに大ファンですね。ゆる言語学ラジオ、ゆるく言語学について語るラジオというコンセプトなんですけれども、まあね、私より40歳以上若い男性2人がね、左側が堀本さん、ごめんなさいね、相当目が悪くなってからはYouTube で見たんで、私のイメージだと、インパルスの、ちょっと太った方を痩せさせたという外見なんだけれども、ごめんなさいね、多分違うと思うんだけど、私にはそう見えてるんです。強い弱視なんで許してください。でもね、その方頭はいいし、切れるしね、お話は上手だしね、まあこの方が聞き手、聞き役なんですね。で、右側の水野さん、これも外見で私のイメージだと、これも絶対違うと思うんですけども、ドクタースランプあられちゃんに出てきたなんか科学者の方で、こんな感じの方がいたような気がするんですが、この方もお話が上手でですね、かつ知識もすごくてですね、しかも2人のお話が楽しいんです。私ね、聞いててふと気づくとね、顔が笑顔になってるんですね。ニコニコしながら聞ける、すごいなぁと思いました。で、こうファンになって毎週のアップロード、それから途中からゆるコンピューター学ラジオ、これもね、私結構楽しくて、半導体の話なんか楽しかったですね。プリンの話最高でしたもん。
すいません、これ知ってる方だけ爆笑していただければいいんですが、でそうやっていろいろ聞いてたらね、どうもポッドキャストというのは誰でもアップロードできるんだっていうことのようだったんです。でいろいろ調べてみるとそうなんですね、誰でもアップロードしていいんですね。もともとね、私のポッドキャストに持っているイメージというのは、放送関係者や芸能人の方、お笑いの芸人さんなどがアップロードするものというイメージだったんです。ちゃんと放送機材があってね、ちゃんと訓練されたアナウンサーの方とか、それからね、女性のアナウンサーなんかをアシスタントにつけたりして、また芸人さんと女性のアナウンサーとか芸能人の方とかね、まあ辛坊治郎さんとか武田鉄矢さんとかね、皆さんお話のプロですよね。でそういうイメージだったんですけども、いやいや誰でもアップロードできるんだということが分かった時、とにかく話す場所が欲しい人間ですから、自分もできるのかしらと思ったんです。それでね、できるんであればやってみたいなと思って、まあアナウンスの方はね、まあ声は悪いし、エピソードの作り方も決して上手じゃないと思ってるんですけども、まあそこはなんとかなるかなと非常に楽観的に思いましてね、まあ私の声の悪さというのは、まあ心優しい方はねハスキーボイスと言ってくれますけども、実際はガラガラ声とかダミ声という分類ですからね。うん。でもまあそれはしょうがないですよね。まあ一応喉飴舐めたりね、トロチ舐めたり、喉にシュッシュって吹きかけるスプレーみたいなのを入れて、かつ音声編集アプリで多少改善してこの声の悪さなんですから、もう現物はどのくらいひどいかっていう話なんですが、まあ根が楽観的ですから、例によって形から入るということでマイクを買うんですね。でいろいろこう最初はね、何に録音していいかもわかんないので、まあ最初はトライでね、私 Windows ユーザーなんで、中に入ってた音声レコーダーというアプリにこうテストで吹き込んでみたりして、いろいろ試しててね、気づくんですね。申し上げましたように、台本を見ながら話すということができない、これはね結構致命的だと思ったんです。なぜかというと、一つはね、話がとっちらかっちゃう、横道にそれる、まあ自分の性格も原因だとは思うんですが、でどうしてもまとまらないので長尺になってしまう、そのくせ言おうと思ってたことを忘れてしまう。でそれ以外にもね、こう台本見ながら話すと次の言葉ってこう目で追えますからすぐ出てくるんですが、台本見ないでお話しますとね、どうしても頭で一回こうぐるっと考えて、または思い出してから話すということになるんで、間も空くんですよ。でその上でどうしようかと考えて、 IC レコーダーに簡単な台本を録音しておいて、録音途中でも何度か聞くということを始めると、話の内容はまあまあまとまってきたんですね。とっちらかしながらも。はい。で、いずれにしても、どうも音声編集アプリなるもので、こう、編集をしないと放送には載せられるものではないということは、いろいろ調べると分かってきたので、音声編集アプリいろいろダウンロードして、やってみたんです。主なものでは、まあ現在使ってるオーダーシティ、AUDACITY ですね。オーダーシティ。割と古くからある、信頼のある、かつフリーソフトなんですね。
それ以外にはスタジオ1とか、あとマイスタジオ PC かな、あの視覚障害者向けの、ソフトウェアと言っていいんですけども、音声編集のね、それは権利を持っているところに視覚障害者に貢献するために使いたいんだと、で金儲けには使わないよみたいな制約をするんですね。その上で無料でダウンロードできるんですが、この三つぐらいを主に、まあ他のものもちょいちょいダウンロードしたんですけども、まあ基本ね、こう波形を見ながら、波形というのは音の波ですね、の形、波形、こう、ありますよね。それを見ながら、クリックしたりドラッグして編集するというのが基本だったんです。で、私は先ほど言いました、その、台本を見ながら話すことができないデメリットである、間が伸びるということに関してね、その、なんとかその間をデリートする、切り取るということができないだろうかということで、いろいろ試すんですけど、なかなかうまくいかないんですね。まあ、それで最終的にオーダーシティ一本にこう、焦点を絞っていろいろといじってみたんです。そしたらね、エフェクトというタグがあるんですが、エフェクトというのは、まあ概念としては、そもそもある音源に対して何らかの効果を加えるというような意味合いですね。つまりエコーをつけるとか、まあそれ以外ですとノイズを低減するとか、フェードインフェードアウトですとか、元々の音を増幅させるとか、たくさん機能があるんです。よくわからない機能も正直言ってあります。で、この中にね、無音の切り詰めというエフェクトがあったんです。無音の切り詰めです。これを発見した時はね、もうガッツポーズですね。自動的に切り詰めてくれるんです。しかも多少設定ができて、私の場合はまず、まあ平均的なデシベルよりもマイナス40デシベルより低い音を無音とカウントしてくださいという数字設定と、あとは秒数ですね。プリセットは 0.7 秒でしたかね。私は 1.2 秒にしたんですけれども、 1.2 秒以上無音の部分があると全部 1.2 秒に切り詰めてくれるというものがあったんです。でね、もう本当にやったですよ。これで台本が読めないことによるそのデメリットというのは全て解消されたんですね。で、もう一つ問題があったんです。二つ目の問題というのは、まあもちろん先ほど言いましたように、波形を見ながら編集することができませんので、例えば途中で咳をしてしまったとかね、いう場合に、普通のポッドキャストを作ってらっしゃる方でしたら、音を聞きながら波形を見るとご本と咳をしたその波形がわかりますのでね、そこをこうドラッグして切り取るなり無音化すればいいんですが、私にはそういうことはできない。でもまあそれはね、我慢していただこうと、多少のノイズはまあ1回5本までは OK と、2回以上になったら取り直すっていうようなね、見切りの美学という言葉もあるんで、聞いてくださってる方には大変申し訳ないんですけれども、そこは我慢していただこうと、優しいリスナーの方に頼ってしまおうと思ったんですが、先ほど言いましたように無音を切り詰めるということをやりますとね、例えば20分以上の話になった時にずーっと喋ってしまうということになって、こう途中休憩、まあ今ブレイク入れてますよね。This is
龍之介立花ラジオって言ってるんですけども、そういうブレイクが入れられないで別々に録音取るんですね。でそれをこう途中ブレイクも込みでつないでいかなきゃいけないんですが、これがまた難しいんですよ。まあ BGM も同じで、最初のタイトルコール旅立ちという音楽、短い音楽を利用してるんですが、その後3曲ほど、またたまにもう1曲使って BGM をこう流してるんですが、これも順番に並べなきゃいけないじゃないですか。でね、この作業がね、やっぱりその波形を見ながらそれを選択して、グリップして最初の波形の後ろに並べるという作業が必要なんです。これが大変難しいんですね。私には波形がよく見えないのでね。でこれ音源一つ一つは各トラックに入ってるんですね。そういえば昔8トラックっていうカラオケありましたね。テープ1本が8つに分かれてるんですね。で、おのおのに別の楽曲が入ってるという。それをこう選んで再生することで、昔はテープ高かったですからね。そんなこともやってたんですが。まあ、それはともあれ、トラックに、スタート位置からダーッと並んでる、まあ、話分かりやすくするために BGM、バックグラウンドミュージックの方で話しますけど、最初のタイトルコールの音楽があって、その後ろに3曲音楽をこうつなげて、で3曲でだいたい10分間ですから、それを2回繰り返して20分、足りなければもう1曲追加して BGM にしておくっていうことで、順番に全部一つ一つの音源がトラックに入ってるんですけども、スタート位置に入ってるものも順番に並べなきゃいけないんです。これがね、結構難しくて頭を抱えてたんです。一時はそれこそスマートスピーカーでね、YouTube ミュージックで著作権フリーの音源というのもあるんで、それこそマイクの横でね、それを鳴らしながら話そうかとも思ったぐらいなんですが、これたまに CM 入るしね、その上で、まあもちろん著作権フリーで流してるんだろうけれども、それを二次利用していいかどうかというのも微妙だったんで、やっぱりきちんと、著作権フリー、コピーライトフリーの音楽をダウンロードしてね、それで使っていこうということで、現在使ってるんですけれども、この並べ替えがね、どうしても難しくて苦労してたんですね。うまくいかなくてね、こう飽きすぎたり微調整がなかなか難しかったんです。ところがね、これはトラックというタグにね、並べ替えというのがあって、その中にね、数珠つなぎに並べるという機能があったんです。数珠つなぎに並べる、まあ随分古い言葉ですけども、こんなね、音楽用語でもないのにね、そういう言葉でもすごくわかりやすいですよね。数珠つなぎに並べるという機能がありまして、そうすると、矢印で一つ一つトラックを上から順番にこう矢印を押していくと、トラックの名前が出てくるんですね。で、エンターを押すとそのトラックが選択されるんです。で、選択されたものだけを数珠つなぎに並べ替えるという機能があったんです。いやー、この機能を発見してね、試してうまくいったときは、ガッツポーズどころじゃないですよ。小躍りしてね。酒飲んじゃいました。やったぜと。これで BGM もきちんと並ぶし、本編もね、まあタイトルの声を別撮りして、途中ブレイクの音も別撮りして、
本編も2つとか3つに分割して録音して、まあ短い方がね、撮り直しが楽ですしね、途中のブレイクも必要だと思ってるんで、で最後にエンディングを入れてバッと数珠つなぎに並べると完璧なんですね、うん、で、きちんと並んだ BGM にそのアナウンスの方の声を重ねて、で最後エンディングが終わったところで BGM の一番最後をこう切って、その少し手前で、フェードアウトというエフェクト機能を使って、まあ、この放送は作ってるんです。あのね、こう、再生を A ボタンで再生して、あのタグで再生っていうのを押して、もう一回 A というボタンを押すと再生が始まるんですが、それで S ボタンを押すと、そこにカーソルが止まるんですね。そうすると、あの選択というタグの中で、カーソルから最後までとか、最初からカーソルまでというような格好で選べるんですよ。ですから、頭と最後は割と選択がしやすくて、そのフェードアウトなんかはできるんですけどもね。あと最初に入った、ノイズとかね、最後に入ったノイズは、なんとかね、消したり無音化したりしているんですが、いや、この無音の切り詰めとね、それから数珠つなぎに並べるという機能がね、オーダーシティにあったことで、うん、なんとかいけると。まあいろいろと問題もあるだろうけれども、基本的なフォーマットは作れるということを確信しまして、じゃあポッドキャストをやってみようと決断したというわけなんです。まあね、形から入るんで、マイクもね、アマゾンで、まあポイント貯まってたせいもあるんですけど、買ったりして、時間も相当かけましたよ。だって、オーダーシティってね、フリーソフトウェアなんですけども、サポートがないんです。まあフリーソフトだから当たり前なんですけども、スタジオ1なんかはね、アップグレードで有料になるので、公式に相談ができるんですね。でもオーダーシティを選んで正解でしたね。まあスタジオ1はね、こう音楽を作るという目的がある方にはとてもいいアプリケーションだと思います。すごいなと思いますよ。音楽の音だけでも100も200も入ってるんじゃないですかね。あとリズムもいっぱい入ってますしね。あとキーボードも画面上でも操作できるし、 USB メモリーで、キーボードと接続するなんてこともできるようですね。まあ素晴らしい、アプリケーションいろいろあるんですけど、私はオーダーシティを選んでよかった。この2つの機能、まあ他でもあるのかもしれないんですけども、オーダーシティの中にこの2つがあったことで、こうやってポッドキャストを始めることができたと。うん、形から入っていろいろできるだろうという楽観的な考えのもとに、まあ1ヶ月以上格闘してよかったなぁと、うん、思ってます。今日のお話はこの辺で終わりたいと思います。次回はね、サポートの話に戻りまして、散々言ってる白杖の選び方と、白い杖ですね、白杖の選び方と、白杖を使った歩行の訓練についてお話申し上げます。今日もね、最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。
どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。